晴れ。 J2 第51節プレジール対手元の時計で前半の15分を回ったところです。0対0、モンテディオどう組み立てていくか。さすが守護神加藤、ボールを受けに来ます。面白い加藤、来た佐野、先制のゴールを決めました。1対0。いいよ、中に絞ってきた吉川、エリア内でのファール、審判が PK を指示します。ここは集中したいですね。来た佐野、前半残り少ないところ、いい時間にゴールを奪いました。2対0。中央に返す、来た、決まりました。ここで決めてきました。2対1。大塚、うまく体を入れました。ここでホイッスルです。試合の結果はご覧の通り、2対1でプレジールこのゲームをものにしました。